皆さんはちゃんと運動してますか？僕はですね、最近外に遊びに行かずにずーっと家に引きこもって、一日中寝て夜中に松屋の馬とまを食べるっていうニートの鏡みたいな生活をしてたんですけど、まあたまに虫捕りとか魚釣りとかしてましたけど、そんなだらしない生活をしてたら、ちょっと歩いただけで足がつったり、ドアを閉めるだけで腕がつったりするようになったんですよね。あと地になりましたね。体がおじいちゃんよりおじいちゃんだよね。だから皆さん、こうならないためにちゃんと運動はしてください。あ、オチがないので僕が落ちます。どうも、自称サイコパスです。今回の動画なんですが、ツイッターで皆さんの身近にいる痛い人を募集したので、そちらを見ていこうと思います。もしこの動画がいいと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。サブチャンネルの方も更新中ですので、そちらもよろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。一人称俺の女子。一人称俺にしてる女子、まあ、正直痛い人多いよね。ザ・オタク女子みたいな。オタク女子って今いるかわからないけど、おいーって新八のモノマネして突っ込んできたり、あとちょっといじっただけで、みたいな感じで強気に来るんですよね。ツイートとか LINE の語尾に殴るがついてたりね。バカ痛いな。オタク女子といえば、僕が中学生の時にモンハンをやってるオタク女子がいたんですよ。それでふとしたことから、僕とそのオタク女子と、あと男子2人合わせて4人でモンハンをやることになったんですよ。で、僕すごい嬉しくて、オタク女子って言っても女子は女子じゃないですか。やっぱ女子とゲームするってなかなかないからね。みんなも女子とゲームしたこと一回もないで、4人でアカムトルムを使用しに行って、僕真っ先に2回死んでめちゃくちゃ気まずかったですね。モンハンって3回死んだら終わりじゃん。自分が2回死んだ時の絶望感やばくない？ああ、もう、ああ、もう次俺が死んだらもう完全に俺のせいだって。そのことがあってから全く誘われなくなりましたね。あいつ弱くねってなったのかな。ちなみに僕の HR は999の簡素ですね。あ、変態ランクね。 SNS や配信のコメントで常にゴミににゃんをつける40代のババア。いや、なんかさ、 VTuber の悪口やめた方がいい。まあ僕は40代のババアとかそういうのに関わらず、ゴミににゃんをつけてるとか猫のコスプレをしてる女とか大嫌いですけどね。やっぱり僕猫飼ってるし、猫大好きなんで、人間ごときが猫をバカにすんなよって思いますね。いや、猫見たことねえのかい。いや、誰誰、今撮影中なんだけど。私、キムタスさんのファンなんですけど、一緒にお出かけしないかにゃ。行きます行きます行きます。自分自身痛すぎて生きれない。確かに痛いな。こういうのを自分で言うのも痛いし、語尾に星がついてるのが痛いですね。言い方悪いけど、中学生ぐらいの痛い子ってみんな語尾に星つけるよね。僕の世代からその文化あるんだよな。語尾に星つけるのなんて痛い中学生とゴージャスぐらいだからね。やっぱ星だと痛いから、代わりにハートとかスペードにすればいいんじゃない。語尾、僕も中学生の時語尾に星つけてたような気もするんだけど、今考えたら陰キャって星がつくほど明るく喋ってないよな。やっぱハートとかスペードにしましょう。サッカー授業であそこにボール当たった人痛そうだった。確かにね、チッコにボール当たった時なんて立ってられませんよ。いや、そっちの痛いの意味じゃないのよ。100点のノリツッコミだな。授業中に B リアル撮るやつ羞恥心ないのかと疑う。授業中撮るのは痛いですよね。授業中にスマホいじっちゃう私、俺かっけーって思ってるんだろうね。ダサいって。ちなみに皆さん、 B リアルって知ってます？まあ陽キャのアプリなんで陰キャの皆さんは知らないと思うんですけど、 B リアルっていうのは1日1回ランダムな時間に届く通知から写真が投稿できるアプリですね。だから突然2分以内に B リアルを投稿してくださいみたいな通知が来るから、そしたら自撮りとかを撮って投稿しなければいけないっていうシステムですね。なんだそのバカ怖いアプリ、ひどすぎるやろ。なんでこんなんが流行ってんの。ついにスマホに支配され始めた。雨降ってるのにわざと傘ささないで帰ってるやつ、多分雨好きなんじゃなくて雨が好きって言ってる自分が好き。雨が好きって言ってる人はちょっと自分に酔ってるよね。逆張りキスというか中二病というか。俺だった。お前か。子供の味噌菌を奪って転売しても何も思わない人。転売屋って死刑でいいと思うんだよね。転売は本当に良くないですよね。本当に欲しい人のところに物が渡らなくなってしまいますからね。僕もコンビニでバイトしてた時、ポケモンカードを買いに転売屋みたいなやつがずらーって並んでましたからね。あんなのね、強いポケモンをあの手この手で捕まえるロケット弾と同じですよ。それはそうと、味噌菌再販おめでとうございます。まあこの動画が上がってる頃にはもう売り切れてると思うんですけど、僕カップラーメン毎日食べるほどカップラーメン大好きなんですよ。カップラーメン界のスル TV ですね。でも味噌菌はまだ食べたことないんですよね。全然売ってなくて、ヒカキンさんから直々に味噌菌送られてる YouTuber 結構いたなぁ。まあもちろんその送ってほしいとかではないんですけど、知ら食べたいなぁとは思いますね。まあ送
って欲しいとかでは決してないんで。人を叩くのかっこいいと思ってるやつ。まあこれはめちゃくちゃ痛いですよね。ネットで誹謗中傷とかよく問題になりますからね。まあ最近だと予選敗退ちゃんとか、人を叩きたい気持ちは正直わかるよ。僕も嫌いな YouTuber とか、クソおもんないなと思う YouTuber めちゃくちゃいるもん。でもそういう風に思ってても、SNS に書き込むっていうのは良くないよ。やっぱ、心の中で思ってることを SNS に全部書き込んでしまうっていう層が一定数いるんだよね。だから僕は心の中で思うだけだったり、友達同士とかで嫌いな YouTuber の悪口を言い合うみたいのはいいと思う。ティモテスってやつめちゃくちゃおもんなくね？早く消えてくれよみたいな。よくはないけど、本人に見えるとこじゃなければいいと。怪我してないのに指に絆創膏めっちゃ貼るやつ。私か。僕のクラスには、たまに鼻に絆創膏を貼ってるベイブレードの主人公みたいなやついましたね。なんか怪我してるのがかっこいいと思う時期あるよね。骨折して包帯ぐるぐる巻きで学校に来て、見てこれ、骨折しちゃった。やべえ、鉛筆持てないし、どうやって授業受けようかな。って見せびらかすやついるよね。全然かっこよくないからね。ちなみに僕は骨折、一回もしたことがありません。一回もしたことがありません。一回もしたことがありません。弟です。LINEの攻めが痛い。テトリで切るやつ勝負しよう。よろしく。よろしくって痛いよね。よろしくお願いしますじゃなくて、上から目線で来てるところが痛い。こういうやつは負けたら、うわなんか今日調子悪いって言い出すタイプだから。特に中学生ぐらいの LINE の捨て目ってめちゃくちゃ痛いですよね。曲の歌詞が書いてあったり、韓国語が書いてあったりしますよね。あと返信遅いですとかね、忙しいアピールみたいな。絶対暇だろ。ちなみに僕は中学生の時、 LINE の捨て目にエロゲのキャラの名前を10人ぐらい書いてました。他にも LINE の捨て目が痛いっていうリプが何件か来てるので、そちらちょっと見ていこうかなと思います。 LINE の攻めがこれ。座右の銘は体力本願、好きな言葉は初見で殺すサーフ必殺、運が悪い、ネガティブ、サイコパスなのかもしれない、夜は自己肯定感が低め、好きなアニメを見ると涙が出る、意味のない嘘をつくけどたまに意味のある嘘をつく、好きなものにはできることをやりきる、以上自己紹介終わり。この世の痛い人を全部集めたみたいな痛さしてるな。何が自己紹介終わりだよ。もしこれが面接だったら、それでは軽く自己紹介や自己アピールをお願いいたします。座右の銘は体力本願、あ、不採用です、お帰りくださいってなるよ。さすがに痛いって思いました。もう疲れた、何回同じことを言えば気が済むの。人に迷惑をかけない人なんていないんだよ。誰しも必ず人に迷惑かいてるんだよ。それがわからないなら私と関わらないで。直接言え。多分彼氏とか友達に向けて言ってると思うんですよ。まあ、それをなんで本人に言わずに LINE の捨て目に書き込むんですかね。確かに本人に言うのは難しいよ。僕だって陰キャだから言えないし。でもこういうところに書き込むのが一番気持ち悪いと思うけどね。視聴者の皆さんは思ってることを直接言いましょう。お前マジでぶっ殺すぞとか。中学生なのにタバコ吸ってたり自分のことを二重人格と言い張ってる女。中高生なのに酒飲んだりタバコ吸ってるやついるよね。痛いというか犯罪だからね。そういう未成年なのに酒を飲んだりタバコを吸ったりしてる子って、大体陽キャか家庭環境に問題ある子なんだよね。僕たち陰キャは根が真面目だから、そういうこと一切しなかったよね。僕ね、タバコ大嫌いなんですよね。コンビニ店員やってた時、タバコを買いに来るお客さんめちゃくちゃ態度悪いんだよね。すぐ切れんのよ。だからマジでうんち。あと最近電子タバコを吸ってる人多いじゃん。電子タバコを吸ってる人に声を大にして言いたいんだけど、電子タバコでも臭いんだよ。電子タバコだったら臭くないからいいよねみたいな感じの人いるけど、めちゃくちゃ臭いからね。僕はタバコなんか吸わずにおっぱい吸い。猫ミーム歌って自分を猫だと勘違いしてるやつ。その人常にチビチビチャパ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 チャって揺れてる。流行ってるネットミームを連呼するやつね。あれ痛いし面白くないよね。どういう反応すればいいかわからないし。ネットミームは面白いけど、お前は面白くないから。自分を陽キャだと思ってクラスで話したことないサッカー部に突するメガネ陰キャ。勇気だけは陽キャかもしれない。サッカー部に話しかけに行くこと自体は全然いいと思うんですけど、陰キャなのに自分を陽キャと思い込んでるやつってめちゃくちゃ痛いですよね。僕の動画のコメントでもよく来るんですよ。陰キャあるあるとかをあげると、陰キャってこんな感じなんだ、俺どちらかというと陽キャだから全然当てはまらなかったみたいなのが来るんですけど、お前ら絶対陰キャだぞ。絶対陰キャだから。陰キャか、いつも陽キャ軍団の後ろについてる金魚の糞。アニメの名言ばっかパクってる人、授業中に天才は何もしなくても天才だとか言ってるやついてびっくりした。うわ痛いね。板ポイント10ポイント差し上げます。僕が中学生の時は、オタク友達がニッコニッコニーって言っててバカクソキモかったですね。僕はその横で今日も一日頑張るぞいって言ってたんですけど、お前これが一番いいね多いな。もしかしてファンよりアンチの方が多い。僕のどこが痛いかわからないけどね。20代子供部屋童貞 YouTuber なだけじゃん。どこが痛いかわからない。ここからはですね、前回の動画についたコメントを何件か返していこうかなと思います。友達と一緒に見たらガチおもろかった、感謝感謝。すごい、友達と見てくださってるんですね。めちゃくちゃ嬉しい。あ、キムです、友達いないか。
通動画投稿遅かったら心配だけど、キムデスは心配しなくてもいいんだよな。1ヶ月空いててもね、まあキムデスだしいつものことかってなりますよね。まああと最近体に気を使ってるんですよ。でもやっぱ自分の体のことって調べないとわからないじゃないですか。ということで健康診断に行ったんですよ。そしたらなんと心臓に異常ありでした。なんかね、ウォルフパーキンソンホワイト症候群という病気らしいです。心拍数が異常に速くなったりするらしいです。脱力感とか息切れを感じる場合もあるらしくて、まあ、脱力感これのせいか、動画を作る気力が全然ないのこれのせいか。でも今のところ僕は全然症状が見られてないので心配しないで大丈夫です。やっぱりキムテスさんの動画は貯めてから見る方がいいのかもしれない。5本ぐらい貯めてみるとかね。5本貯めたら多分5ヶ月ぐらい見れないのでおすすめしません。Thank you.